はい、ジュラシックパークの廃墟までやってきました。今日もバトルやっていきたいと思います。さあ今日はですね、一勝するとロックウッド邸宅に上がれるかもしれないという、さあメンバーもまあまあ悪くないですので、ここはね勝っていきたいとこですけど、果たして相手は何が出てくるか。体勢持ちじゃないといいな。体勢持ちか。はい、さあこの相手に対して結構きついですからね。はい、次どうしようかな。次打っていきますが、ドラコが出せないんでね。2770だから出せたか。ドラコを出してもよかったかもしれないけど、はい、次のターンでやられるか。これ耐えられれば、耐えられれば OK ですね。ここでドラコを出してこないということは、相手はドラコを持っていないんでしょうね。はい、ここで一勝できておけば結構強いですね。これかなり助かりました。さあ次は耐性持ちじゃないのが出てきて先手が取れればいいんですけど、さすがにそんなに世の中甘くないと思いますが、140でまあまあスピードあるので、はい、これで OK です。とりあえず打ってですね、死んでおいて、あ、ドラク出してきましたが、ここで出してくるかな。ここで出してくる。あ、そうですか。ここで出してきても勝てないと思うんだけどね。はい、まあいいでしょう。頑張ってもらいましょう。はい、ここで勝っておくとかなり強いんですけど、はい、スタンなんかかけるとね、意味ないんだよね。結局ドラゴンやられるだけなんで全く意味がないんですけど、はい、ではここからですけど、向こうは何出してます。ステゴディアスを出してくるんでしょうね。なのでまたソロドロに切り替えていくという流れになるんでしょうけど、はい、これちょっと一回打っておいても耐えられるのかな。一回打っておいた方が次のターンの時にいいかもしれないですね。これ次のターンで耐えられるので、ドラコないですから、ここで復活を打っておいた方が次のソロドロの時に、はい、これで2倍を足しておけばですね、また先手が取れるので、どうしようかな。ここで変えていった方がいいんじゃないかなと思います。もう一手打ってもいいんですけどね。あ、そうきます。はい。そうきますね。はい。読まれてましたね。はい。読まれてましたが、まあ、ここで2回打てますから、はい。これで勝ちですよね。ソロドを出してきました。はい、ここで一回打っておいて、はい、もう一回打っておけば、よいしょと、はい、勝ちですね。さあこれでどうなりました。おっと、上がれない、上がれない、ギリギリ上がれない。まあまあいいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。